プロジェクトがスタートしたのは2007年5月。乾電池で時速100キロを出すために集まった若者たちはそれぞれが受け持つ仕事に取り組んでいた。決められた制作期間は3ヶ月。作業が急ピッチで進められていく。果たしてこの短い期間に完成させることができるのか、彼らの心に一抹の不安がよぎる。我々の大学、車を中心としたいわゆるその、プロジェクト教育をやってるわけですね。普段の何ですか、いわゆる教室での勉強だけじゃなくて、いろんなあのプロジェクトで、物事を作ってそれを仕上げていくという場合にいろんな弊害とかですね、問題が起こってきますよね。でそれをクリアしながら、どんどんこの 目標に近づいていくという、でそういう、プロジェクト教育を進めることによって、技術以外に人間性とかですね、そういうのを育てていこうというそういう、考えがありまして、だからそれにはぴったり の教材ですよね。ボディが完成した。おぼろげながら全体像が見えてきた。重量を極限まで絞り込み、風の抵抗を丹念に取り除いたフォルム。視界の確認などコンピューターではシミュレーションできなかったチェックが行われた。車を作ってるっていうのはすごい楽しいですね。こう頭の中にこうイメージしてたものがだんだんこう目の前で形を変えて出来上がっていくこの瞬間が楽しいですね。なんでこれ結構なんですか。真空ポンプに負けた。ここまで飛んでる。本当だ。すごいなこれ。やらしいっす。とりあえず納得いくものができたかなと思いますけど、いいんじゃないですか。限界設計なんです。設計はもう軽く作るために言ったらもう薄く作ってるんですよ。薄くても十分強いんですよ。ですからもし何かパンとでもアクシデントが起こったら車に穴が開いてたりするんです。ですからもう本当に気を引き締めて油断大敵、失敗しないように記録は絶対達成します。間違いないです。大阪産業大学でしかできないことです、きっと。学内の広場を利用して行われた走行チェック。電気系統の作動やボディへの衝撃、その修正作業は繰り返し行われた。テスト走行の日、今にも雨が降り出しそうなあいにくの天気の中、時速100キロを目指し本番を想定したテストが行われた。問題が起きたようだ。初めなんかすごい小さい音やったんで、もう全くモーター反応せんかったんで。ブレーキが突然効かなくなったようだ。原因はつかめない、挑戦の日まであと1ヶ月を切っていた。2007年8月4日、ギネス世界記録認定がかかった挑戦の日である。乾電池の力だけで1キロ区間を平均時速100キロ以上で走行しなければならない。大勢のマスコミや関係者が見守る中、スタートの時間が近づいてくる。この日のために手探りで作り上げたマシン、記録に向けて走り出した。
平均時速 105.95 キロ、最高瞬間速度122キロ、ギネス世界記録達成の瞬間である。みんながやってきたことはちゃんと結果に残せてよかったと思ってます。当初は、100キロいければいいかなと思ってたんですけども、まさかここまでいけるとは正直思ってなかったです。はい、普段の教育以外にですね、こういう企業さんとの共同プロジェクトをするということは彼にとっては非常に未来にとってですね、非常にいいことだったと思います。彼らがですね、自分たちで考えて、そして設計、それからものづくり、それからなおかつ自分たちで乗ってですね、それから記録を達成する、そしてその達成した記録がですね、一般の方々に対してですね、認めていただくということで、非常に教育的な成果は大きかったというふうに考えています。